あら、かわいい。ありがとう。ねえねえ、しみつん、なに？少女すぎる。ありがとう。こんばんは。こんばんは。かわいいな、かわいいな、ありがとう、ありがとう。47、え、50日配信の日は今日が火曜日で47日でしょ。水曜日が48日、木曜日が49日、金曜日が50日。あー、金曜日はダメだな。金曜日は9時まであるからさ。髪の毛、うん、もうシャワー入ったから、シャワー入ったからさ、ドライヤーした後ってさ、髪がまとまらないじゃん、その状態。大阪会いに行きます。何話したらいいですか。大阪、ありがとう斉藤さん。何話そうかな。趣味とか なんで皿のお話券を取ってくれたかとか。熱くないですか。熱くないよ。お見合い、うん、お見合い。昔さ、お見合いのさ、昔お見合いのさ番組やってたの知らない？なんかお見合い回転寿司とか言って、なんか回っていったりとか、いっぱい企画があって、なんか結婚相手を見つける会みたいなっていう番組があったんですよ、昔。でも空がちっちゃい頃だから10年以上は前かな。今お話し会さ、2時受付みたいなやつですか今って。ぜひ来てください。今こそさ、いっぱい配信したいのにさ、本当に勉強しないとやばくてさ、勉強してんのずっと。8時再販ってさ、最後何日まで。傘の地域に女性呼ぶイベント、そんなのあったっけ。何それ。勉強終わりそう。まあ終わりそうかな。最近ずっとさ、本田圭佑さん見てるんだよね。本田圭佑さんさ見てる、ずっと。安心しました。ね、サッカーわかんないんだけどさ、見てる。やっぱね、リトル圭佑しか勝たん。
こんばんは。サラも俺の中のリトルサラが、あ、リトルケイスケじゃない、リトルホンダ。香川選手さ、なんかさ、めっちゃ前にさ、なんかホテルにさ、いたらしい。あー、待って、自分がいたかわかんないけど、なんか家族がいたホテルに一瞬中にしか来てないかと、あ、空も一瞬思った、あれって思ったよ。モノマネじゃダメだよ、本物じゃないと。香川選手、え、しかもなんかうろ覚えなんだけど、家族が話しかけたの、なんか頑張ってくださいみたいな言って、あれ、なんか香川選手、うん、だった気がするけど、そうそしたら対応がめっちゃ良かったらしい。なんか自分がそこにいたようないなかったようなって感じ。マルチ521さん、バーありがとう。スケーモンさん、バーありがとう。こんばんは。それもメルボール行きたいな。こんばんは。リトルホンダ。ちら。こんばんは。だからこれはあのあれです。これはあの髪がボサボサなので隠して、とね、最近は何見てるだろう。最近は本田圭佑選手見てる。ヤッホー。その格好熱くない、全然熱くないよ、全然熱くない。こんばんは。マスターさん、ハートありがとう。隠さんのがされてるんじゃない、なんかでもなんか結構ボサボサなんですよ。これダメじゃん。これ下さ、何も着てないように見える。裸パーカーじゃん。裸パーカーに見える。ホスターさん、ハートありがとう。さあちゃん、サッカーわかるんだ。え、サッカーわかんないよ。わかんない。本田圭佑さんだけ見える。わかる。なんか発言がさ、いいじゃないですか。セクシーすぎるわ。いや、裸エプロンより良くない？裸エプロンより裸パーカーの方がいいじゃん。そうそう、しかも全然着てるしね、普通に全然着てるし。パーカー間に合うけそう。え、サラちゃん、キャラ変？キャラ変してないよ、ずっと一緒だよ。前髪かわいい、ありがとう。昔の深夜番組思い出したって。深夜番組？サラめっちゃ深夜番組見てたんだよね、ちっちゃい時。もう本当に深夜番組見てて、深夜番組なんかもう今よりもさ、なんか内容がさ、バイオレンスだったからさ、なんかあんなんよく放送してたなとか思うもん。綺麗な前髪かわいい、ありがとう。こんばんは。
小さい頃早く寝ないと、なんか一回寝て2時ぐらいに起きて、あの起きた時に見に行ってたの、あのテレビの部屋まで。お花行けようかだ、うん、赤ちゃんのフードに見えなくもない、本当サラちゃんの頃まだバイオレンスだったよ。え、最近までバイオレンスだったよ。なんか YouTube とかもめっちゃバイオレンスだった。だからなんか DS の YouTube でもバイオレンスだったDS の YouTube もバイオレンスで、でも今絶対 DS なんかじゃバイオレンスじゃない。そうそうそう、めっちゃ最近だよ。でも昔の深夜番組って、昔って言っても10年前とかかな。10年前、でも深夜ラジオとかさ面白いよね。そらさ、あれなんだよね、ごちゃ聞きたいんだよね。寝ちゃうけど、いつも心の目で見たら本当に裸に見えてきましたって。これこうやってやったらさ、こうやったらもう見えるよ。あーでもこうやってここが見えたらダメなんだよ。こんな感じだったらダメだ。親に気づかれずに見てた。え、気づかれずにじゃないかも。別に気づかれてたかも。別にそんなテレビ見ちゃダメよとか言われなかったから。平塚さんありがとう。そうそう、10年前でも7歳だよ。極めんでって、そう、研究の結果こちらの大優勝です。うん、サラちゃん知識は子供の時の深夜番組で作れたの。なんだろう。でニコニコ動画とかも見てたよ。バラライカとか。でもなんだろうね、なんだろう、でもめっちゃいろいろ見てた。 YouTube も見てたし、なんかブログとかもいっぱい見てたし、なんかネットしてるのよ、ずっと。 SNS というよりかずっとネットしてて、 SNS とかはあんまりしてなかったけど、ツイッターぐらいだった。前髪流してお団子とかめっちゃ可愛かった。前髪流してお団子ってなんだろう。ごめんの、ありがとう。STU 入る前に放送とかしたことあったの？放送って何ですか？あ、配信のこと？あ、STU 入る前にはインスタライブならあった。超会議の千葉何回か行って、あ、ニコニコ超会議？マジか。さらにニコニコ超会議めっちゃね興味あった、その頃。あのリリディちゃんっていう踊り手の子がいて、その子が好きだったんだよね。10年前の広島の深夜の民放じゃ面白い番組なかったろ。わかんない。なんかネットで見てた番組とかも混ざってるから、なんかもう何が何やらわかんない。大阪の話し会できる浴衣ってメンバーが決めれたんです。決めれました。あの、私はあんまりいつも冒険しなくて、めっちゃ清楚系を攻める今回のもめっちゃなんかシンプルイズベストっていう感じのやつです。
ちょっとギャルっぽいのとかわざと選んでみようかなとかも思ったけど、やっぱりシンプル系がいいんだよね。こんばんは、こんばんは。あ、やばい、15分経った。ずっと配信してたいよ、もうそら。なんかこれちょっと断層できるかも、もしかしたら。これ断層だからね。そうだから、プライベートでもシンプル系選ぶの。なんか型にはまってるよ、サラはいつも型はまりなんだよ。ずっと配信してたいけど勉強しないといけないから悲しいけど、悲しいけど、そう、金曜日がね50日のはずなんだけど、50日だからいっぱい配信したいけど9時まで仕事があるからできないんだよね。3時とかからだし。大学どうする？大学行かないよ、行かないよ。で9時まであるから、そうで、なんだっけ、で土曜日は大阪は何時間目でしたっけ私。裸パーカー神でした。裸じゃないし。土曜日ってさ何時間目だった、2、3時間目？じゃあ多分5時とか6時には帰れるのかな、わかんないや。たら土曜日は長く配信できるかも。大学行かないの？行かないの？みたいなめっちゃ聞かれるんですけど、だから今年はもう受験する気も、もう全くもう1ミリもないですよ。もう1ミリもないんで、何も目の前にあることはやってるけど、その勉強って積み重ねじゃん、そういうの全然分かってないから、あ、そういう昔のとか全然分かってないから、できないしね、やろうと思ったところで。だからやろうと思ったところでもう勉強しないと思ってしてないから、もう間に合わないです、やらない。学校の卒業は大丈夫だよ。土曜日楽しみにしてきます。何時に帰れるか分かんないけど、だからいっぱい聞かれるけど、だから行かないよ。はい、ということでランキングを読みたいと思います。よいしょ。13位、シナンジュさん、ありがとうございます。12位ブラウンさん、ありがとうございます。11位シンさん、ありがとうございます。10位ジャーパングさん、ありがとうございます。9位せいちゃん、ありがとうございます。8位あきまんさん、ありがとうございます。7位 OK さん、ありがとうございます。6位本望さん、ありがとうございます。5位ひろしさん、ありがとうございます。4位きよしさん、ありがとうございます。3位カルマンさん、ありがとうございます。2位フォスターさん、ありがとうございます。そして1位マリチ521さん、ありがとうございました。テリーマッカーシー、テリーマッカーシー、シェイシェイ。テリマッカーシー、シェイシェイ、グラディアス、センキュー、バイバイ、ありがとうございました。